今日はお忙しい中、皆様方にはお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日11月17日をもちまして旭川の市長として3期目を迎えさせていただきました。今日はそのような日にあたりまして、皆様方に記者会見ということで一言、私からですね、3期目に向けての思いや決意などについてお話をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。この後かけさせていただきます。この選挙戦を通じてですね、市民の皆様方、多くの方々から、多くの、激励ですとか励まし、そしてさまざまなご指摘、あるいは旭川の未来に対しての、いろんな思いや、あるいは一方で危機感、いろんなお話を、お聞かせいただきました。改めてそういうようなお話を聞かせていただいた中、今回、3期目を迎えるという中でですね、大変気の身の引き締まる思いで今日3期目の初日を迎えさせていただきましたが、改めて全力投球で市政に邁進してまいりたいと考えているところでございます。今回は41の公約を提示をさせていただき、この3期目の中でこの実現に向けて全力で頑張っていきたいと考えておりますけれども、1期目からの継続であります少子化対策としての子育て支援の充実、あるいは地域の経済の活性化、雇用の創出などの取り組みに加えてですね、この41の公約を3期目の中で実現を図ることによって、旭川が今後さらに東北の拠点都市としてしっかりと発展を遂げ、また次の世代の子どもたちに安心安全な町として引き継いでいくことができるような町づくりをぜひ進めていきたいと考えております。今回選挙戦を通じていろいろなお話をいただきましたが、まず一番の最重要課題は地域の経済の活性化、あるいは雇用の創出、そのことが人口減あるいは少子化という対策という部分でも大変大きな要因になっているのではないかと考えておりまして、3期目においてもこの部分についてはしっかりと頑張っていきたいと考えております。地場産業の振興、特に本市においては農業をはじめとするさまざまなものづくり産業、こういった地場の産業の振興を図るとともに、そういった素晴らしい地場産品あるいは製品の販路拡大、国内外問わずさまざまな販路拡大に向けまして、私自身が先頭に立って取り組みを進めていきたいと考えております。また企業誘致につきましては、3期目の中で工業団地の第4期分の造成をぜひ実現をしていきたいと考えておりますが、またこれと並行して1社でも2社でも多くの企業の誘致を実現をし、地域の雇用を創出してまいりたいと考えております。また少子化対策としてはですね、引き続き先ほど子育て支援の充実にも取り組んでまいるというようなお話をさせていただきましたけれども、これまでの保育所あるいは小学校の留守家庭児童会の待機児童解消に向けての取り組み、あるいは子どもの医療費助成の拡大、こういったものに加えてですね、第3子目に対しての補助助成ですとか、あるいはベビーシッター利用時の助成制度の創出ですとか、あるいはバスなどの公共交通機関を利用する際の子育て支援、子育て世代に対しての助成といったような新たな支援策についても取り組んでいきたいと考えているところでございます。また若者がこの旭川に集う町を目指すという部分で、今回も公約の中で公立大学、一律大学の設置を目指すというお話をさせていただきましたが、この実現に向けしっかりと取り組んでいきたいと考えております。また若者に
地域で活躍していただきたい、あるいは定着していただきたいという思いと、また高等教育機関で勉強する際の補助をぜひお手伝いをしていきたいという意味でですね、卒業生が市内で就職した場合について、その学生生徒が借りていた奨学金、これについて返済に対する補助制度ということも今回公約で入れさせていただきましたが、これもぜひ実現に向けて頑張っていきたいと考えております。また市民の皆さんの利便性の向上という部分については、市の公共施設、特にですね、児童館ですとか図書館ですとか、こういった施設等についての、開館時間、開館日数の増加などを、図っていきたいと考えております。それと、旭川空港のさらなる国際化、これについては、ハード面の整備も含めて、あるいは、北海道の空港の中における旭川空港のしっかりとした位置づけと、さらなる国際便等の誘致についてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。またこれから高齢化が進んでいくという中でですね、安心安全な街づくり、こちらについては引き続き医療地域の恵まれた医療資源、あるいは介護福祉施設、こういったものの充実を図りながらですね、これから迎えるさらなる高齢社会にしっかりと備えることができるような、あるいは旭川が東北の安全安心の部分でも拠点都市としての役割を担うことができるような街づくりを進めていきたいと考えております。また同時に冬期間の安心安全という部分になりますが、除排雪の強化、これについても公約に記載をしておりますが、さらに来年度以降ですね、しっかりとした除排雪の体制を作り上げていくために頑張っていきたいと考えております。また地域のこれまでも進めてきた町内会ですとか、さまざまな市民会ですとか、ボランティアグループ、こういった皆さんの活動を引き続き支援をさせていただきながらですね、地域がしっかりと活性化するような、そんな取り組みを地域単位、あるいは商店街単位、さまざま切り口はありますけれども、こういったところからもぜひ進めていきまして、地域力の強化といったことも引き続き3期目の中でも力を入れていきたいと考えております。これから41の公約をはじめ、さらに旭川を取り巻くさまざまな課題、懸案事項がございます。これらについて市役所の職員はじめ、そして市民の皆さんからいろんな知恵をいただき、そして協力をもらいながらですね、私自身もまた市長として全力投球で頑張っていきたいと考えておりますので、どうぞ変わらぬまた皆様方のご指導、力添えをよろしくお願いを申し上げまして、簡単でありますけれども、3期目にあたりましての最初の記者会見ということで、私からの抱負に返させていただきたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。